ブルーリッジはアメリカ海軍の揚陸指揮艦。ブルーリッジ級揚陸指揮艦の一番艦。艦名はブルーリッジ山脈にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。現在第7艦隊機関として横須賀港を母港としている。揚陸指揮艦として通信能力を最大限にするため、艦板上の構造物は必要最低限かつ平坦にして、 電波干渉が起こりにくい設計がなされている。2019年時点のアメリカ海軍現役艦艇の中で収益から最も長い年数を持つ艦艇であり、艦例に伴い、本艦のみ国籍機は、ファーストネイビージャックを併用する。ブルーリッチのクレストブルーリッチは、フィラデルフィア海軍造船所で1970年11月14日に収益した。 海軍の指揮統制機能を持つ同艦は200名を超える士官及び1200名以上の兵員が生活でき、小さな町と同等の機能を有する。1971年2月11日、艦長、ケント・ジェイ・カーロール大佐の指揮下、ブルーリッジは、諸女公会に出港、マゼラン海峡を経由して、母港のカリフォルニア州サンディエゴに向かった。 1971年から1979年までブルーリッジはサンディエゴを母校とし第7艦隊の揚陸部隊機関として西太平洋に展開した。ベトナム戦争中の1972年6月28日にはグエンバン中南ベトナム大統領がアメリカ海軍将官との会議のため上官した。7月18日にはタイガー島での活動に対して 戦闘行動賞が与えられた。また、8月9日にはベトナムでの作戦活動に対して戦闘効率賞が与えられた。1973年に向きたベトナム海域での支援活動に対してベトナム戦役メダルが与えられた。1975年4月のサイゴン撤退では多くの功績を挙げ、グエンカオキ沖元南ベトナム副大統領の脱出にも 貢献し、優秀部隊軍交渉及び海軍部隊軍交渉を受賞した。1979年10月以来、ブルーリッジは第7艦隊機関として神奈川県の横須賀港を母港としている。ブルーリッジは毎年、西太平洋及びインド洋での訓練演習に参加している。同艦は湾岸戦争時、砂漠の盾作戦及び、 砂漠の嵐作戦に帰還として9ヶ月半参加した。ブルーリッジはしばしば日本、香港、シンガポール、インドネシア、マレーシア、タイ及びオーストラリアを含む西太平洋及びインド洋の港を訪問している。1989年と2004年には中国の上海を訪れた。また、1996年と2003年2006年には ロシアのウラジオストクを訪問している。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に際しては飛行中のシンガポールから補給物資を積み込み日本に向けて急遽輸送任務に就いた。固定武装は自衛用のマーク 1520mmCIWS2 機とマーク 3825mm 炭装機関砲2機 M22.7mm 単装機銃数長のみである。通常は機関砲や銃機関銃にはカバーがかけられる。M22.7mm 単装機銃は取り外し式で重火と棒立てのみが艦隊に固定されている。コインチ砲や VLS などの攻撃兵装は電波干渉の発生源になりかねないため装備していない。ミサイルに対する防御については 水反するミサイル駆逐艦などに任せる。ブルーリッジにはヘリコプター用格納庫はない。後部マスト左右のスペースに2機まで露天中期して運用可能。展開するヘリコプターは VIP 輸送を主目的とした緑色の特別使用機が主に用いられる。現在はアメリカ海軍厚木航空基地に配備されている第51洋上攻撃ヘリコプター飛行隊。 HSM-51 はアローズ所属の SH-60 回オーシャンホークが担当している。この SH-60F には第7艦隊司令官専用を表す3つの星が側面にペイントされている。ただし状況によっては第5空母航空団所属などのヘリコプターが展開する場合もある。ありがとうございます。